こんにちは。生態ニコニコスタイルのネドです。本日もどうもお聞きありがとうございます。ということで今日はですね、股関節の、まあ、脱臼ですね。ちょっと脱臼しかかっている。それをですね、まあ、改善ストレッチということで、お届けしていきたいなというふうに思います。で、今回ですね、この動画なぜ撮ろうかと思ったかと言いますと、ちょっと質問をいただきまして、ですね、まあ、50年くらい前に股関節脱臼と、まあ、診断されましたと。まあ、脱臼じゃなくて、脱臼ですね。で、まあ、なんか施術を受けて、あるですね、施術を受けてから、そっから左足を引きずって、まあ、ビッコを引くような歩き方をしてしまっていると。それで、うつ伏せで状態で膝をね、曲げることができないと。ということで、どのようなトレーニングが必要でしょうかということで、まあご質問いただきましたので、お答えしていきたいというふうに思います。で、ちょっとこれはですね、推測になるんで、まあどういった状態が、正確には把握できない状態でお伝えすることになるんですけども、まず、まあ一応歩けているという状態ですので、完全にですね、脱臼している状態では、ないかと思いますので、まあ、脱臼状態かと思います。で、そういった時にですね、まあ、いろいろ、まあ、脱臼だったら大体ですね、接骨院行ったり、まあ、病院行くことになるわけですけども、まあ、そこへ行って、まあ、なかなか改善しないっていうことは結構ありますし、ある程度まで良くなって、まあ、そこから良くならないっていうケースって結構あるんですね。で、その場合に、まあ、どうしていくかということで、今日はその、まあ、いろいろね、接骨院とか病院行って治療を受けて、もうなんか、ある程度まで良くなったけど、そこから良くならないというような時に、まあ、どうしたらいいのかと。まあ、脱臼までは、本当に脱臼したら歩けなくなってしまいますから、脱臼ではなくて、脱臼ぐらいで、だけど、やっぱり、それ以上、この股関節周りが、まあ、改善しない。で、なんかちょっとビッコを引いてしまったり、すると、引きずった感じになってしまうという時にどうしたらいいのかということで、今日はですね、改善するエクササイズっていうのをお届けしていきたいと思います。なので、まあそういう人を見ていただけるといいかなと思います。で、ちょっとまず最初に、エクササイズやっていきたいと思います。それではですね、これ寝っ転がって行います。でまず仰向けに寝っ転がれるようでしたら、寝っ転がって、で、股関節がだいぶ悪い場合は、この仰向けになれない場合もありますので、その場合は、膝立てていただくか、膝の下ですね、ここに何か毛布とか、まあ、タオルケットのようなものを入れて、まあ、こう膝がちょっと浮くような形にしていただくとやりやすかったりしますので、できるようだったら仰向け。できなかったら膝立てか、もしくはこの下に何か敷くと。いうふうな、三段階でやってみてください。で、これもしんどいという場合ですね、もう横向けですね。横向けです。横向けだと多分できると思うんで、まあ、ここなんか枕していただいて、横向けで、やっていただくといいと思うんで、ちょっと、一応この何通りかはやってみたいと思いますので、まあ、左側ってことなんで、私の場合こっちなんですけど、ちょっとほとんど、ちょっと見やすい方ですね。見やすい方でやってみたいと思いますので、ちょっとこっちがね、まあ良くない方だとして、ちょっとこっち側でやっていきますけども、まず仰向けになれたら仰向けで、まあ膝立ての人は膝立てでいいですよ。で、まずね、だらーっと脱力します。だらーっと脱力します。ね、骨盤、太もも、膝、だらーっとして、ですね、ふくらはぎ、足先もだらーっとして。だから上半身ですね、背中、腰、だらーっとして。それから肩、ね、肘、腕、手ですね、もだらーっとして。で頭もだらーっとすると。で、全身だらーっとしていただいたら、ね、まず気になる方の股関節の上に手を乗せます。これ肘は、床にね、ついたままでいいですので、手を乗せていただいて、その状態で手をですね、だらーっと脱力します。手が緩んでくるように、だらーっと脱力します。そうすると手がですね、この太ももに密着していきますんで、その状態で、こういうふうにですね、縦に、さすってあげます。
で、手はですね、こういう風に指が揃った状態。もしこれがきつかったら、親指だけこう離れてて、この4つが揃った状態でもいいんですけども、こういうふうにできたら、まあ、ギュッと力入れずにですね、軽く揃えるような感じで。揃えにくい場合は無理しなくていいんで、そこは空いたままでも結構ですから、無理ないぐらいですね、手が力まないぐらいで揃えていただいて、で、その手をベターっと置いていただいて、そして、優しくですね、さすってあげてください。7年、まあ、今回の方は50人って書いてありますけども、まあ、20年、30年とか股関節の悪い人は、どうしてもそこをですね、まあ、叩いてしまったりとか、まあ、よくあるのは叩いてしまったりとか、あとこう、ゴシゴシやっちゃいがちです。これ特に重症な人とか、長年悪かった人ですね。そういう人は特にそうしがちなんで、もう極力優しく。ね、もう本当に赤ちゃんとか、ペットのちっちゃい、生まれたてのペットですね。ちっちゃい犬とか、ね、猫。本当に生まれたてですよ。ね、もう1ヶ月とか2ヶ月とか、生まれたての、まあ、子供とかね、ペットを、優しくね、より眠気が出てね、眠くなるぐらい優しくですね、本当に優しくよしよしするかのように、まあ、自分のですね、この太もも前側ですね、ここをよしよしさすってあげます。そうそうそう。そんな感じです。気持ちよく太ももが緩んでくるように緩んでくるようによしよしすりすりさすってあげます。そしてちょっと横ですね、横側もよしよしね、太ももの横側も引きほぐれてですね、トロトロに緩んでくるように、よし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 してあげます。こんな感じでよしよししていきます。で、仰向けにねなって、こう、足伸ばせない人は、こう、曲がった状態ですね。左手なんか入れた状態か、もしくは自分立てた状態で、同じように太ももの前側と、あとこの横側ですね。前側はちょっとそのままさすりにくい場合は、ちょっと、すいません。この V ゾーンですね。斜めにこうさすっていただいてもいいんで、こんな感じで横と、同じようにですね。この V ゾーンを優しくさせてあげると。横向けになっている人は、ね、こっちでできないんでこっちでやりますけども、横向けになっている人はこっちで、この V ゾーンと横と、させてあげる。足の角度もね、いろいろ変えてもらったらいいと思いますんで、こういうふうにですね、とにかくここをですね、さすって緩めていきます。はい。これぐらいにしましょうか。で、これで、まあ、片方だけやった状態ですね。これで、ゆっくりね、折ってみましょう。ね。で、感覚の人は、この座っただけでも結構わかるんですけども、このまま、立てそうだったら、立てる人は立っていただくと。立てなかったら、無理しなくて、立たなくていいんで、立てない人は、その場でちょっと軽くこう、足をね、足踏みしていきます。ちょっと立つのがね、大変な人は、ここで足踏み。で、立てる人は立った状態で足踏みをすると。ね。そうすると、やった方の方が足がですね、軽いと思うんですね。特に太もも。ね。太ももさすり、ここさすりました。この辺軽いと思います。で、自然にスッとね、上がって、自然にストンとね、降りますし、あんまりこの辺に緊張感がなく、ちょっと立てる感じがすると思うんですね。で、ちょっと軽く、無理なくね、歩いていただくと、ちょこっと歩きやすいかもしれないです。で、それぐらいですね、こう長年特に年金が入ってたり重症な人は、そんなすぐにですね、突然、スタスタね、歩けるようになったりはしませんけども、
ちょっといいなっていう感じがすると思うんですね。でこのちょっといいなっていう感じがとても重要で、まあ、アダッキューしてるってことは、股関節ね、この足の付け根ですよね。この足の付け根のこの股関節っていう場所ね、ここですよね。ここは骨がこういうふうにはまった状態になってるんですけども、これがちょっとずれてる状態。脱臼っていうのはこれ抜けちゃった状態ですけど、抜けてはないと。半分ぐらいちょっと抜けかかってるような状態とかね。三分の一抜けかかってるとか、そういうのをアダッキューって言うわけですね。まあ、とにかく股関節がずれているわけです。正しい位置からずれているわけです。それがちょっとアダッキューと、ね、レントゲン撮った時に言われたりするんですね。で、多分、脱臼してても、この歩けるってことはそのアダッキューを多分意味すると思うんです。そこはちょっとね、聞いていただければと思うんですけども、まあ、とにかくずれてると、股関節で本来こうカパッとはまって、そこでこの体重をですね、右と左で体重を支えなきゃいけない。ね、体重例えば、50キロぐらいあったとしたら、50キロあったとしたらその半分ですね。まあ上半身の重さだけですけども、半分ずつが、まあ、右と左にかかるという状態が本来ですけども、それがですね、このずれていると、アダッキューしてずれていると、そこで体重をですね、ちゃんとかけれないことになります。で、骨に体重をかけれないとどうなるかと言いますと、どうなるかというかというとですね、もう片方側にかけるか、もしくは、片方側にかけつつも、こっち側のアダッキューの方も使わなきゃね、立てないわけなんで、そのずれてると、結局骨で支えられないから、周りの靭帯と筋肉、ここをですね、骨のように硬くさせて、まあ、要は緊張して硬くさせて、支えようとします。ですから、アダッキューが長年続いた人とか重症な人は、この股関節周りがとても、緊張してます。で、それがもう長年にわたってそういうことが起こってますから、もう自分でね、太ももを、ね、今刺したところが緊張してるっていう実感のある人は、まあ、まずいないです。まずいないです。今いろんな人見てますけど、そこ分かってる人は、ほぼと言いますか、まあ、いないです。なので、まずは、そこが緊張していると。ね。アダッキューしてると緊張しやすいんだということをまず知っていただいて、しかも寝てる状態でも緊張してる人ばっかりですから、なので寝てても緊張してるかもしれないな、というふうな、認識を持っていただいて、その上で、それをですね、さすり緩めていくと。優しくですね。優しくさすり緩めていくですね。で、そうすると、ちょこっといいなっていう感じになります。なります。で、そのちょこっとが、まあ、どれぐらいなのか、1割なのか、それとも2割なのか、3割なのか、これは人によって全然違いますけども、ちょっと変わる感じがしてきますので、ということは、その、緩んでね、緩んでくると、ずれてたやつが、ちょこっとはまってくるんですよ。で、そうすると、骨でちょっと支えられるようになりますし、その分ですね、緊張感も抜けてきます。なので、それを軽く感じたりとか、なんか、ちょっといいかなっていう感じに感じるわけですね。なので、そういうふうに、これをですね、繰り返しやっていただいて、もうね、もうビクビクしてるわけですね。私たちは、その、ここで、ね、骨がちゃんとはまってないから、ね、もう、支えられないんで、ビクッとするわけですよ。で、それが、もう長年続いて、緊張となって、もうすごい、カチカチのね、塊みたいになってます。で、それも、それすらも自覚できないぐらい、硬くなってしまってますので、そこを、もう本当にですね、一皮一皮剥いていくの、剥いていくかのようにですね、さすっていくわけですね。でそうすると、解きほぐれていきます。で、これ、ね、やっていただくとわかるんですけど、めちゃめちゃですね、こう地味なんですね。地味ですし、かなり地道な感じです。ですけども、このさすりっていうのが、まあ、安全っていうのもありますけども、まあ、他にもいろいろエクササイズあるんですけど、やっぱりこの股関節を本当に、安全に、かつ、深い部分まで緩めていくには、最終的にやっぱこのさすりが相当効くんですね。相当効きます。まあ、他にもなんか股関節ね、揺らしたりとか、ストレッチとかいろんな方法があるんですけども、やっぱ最終的にはこのさすり、手でさする、優しくさする、これに勝る方法っていうのが、まあ、ないぐらいですね。まあ、ないんですね。まあ、それぐらいもう最終的にはこのさすりが相当、聞きますので。まあ、まずやっていただいたらわかると思いますので、やっていってそれをちょっと実感していただくといいかなと思いますので、まずこれからやってみてください。で、次回ですね、ただこの緩めただけでは、
股関節がある程度正しい位置に来ますけども、やっぱりちゃんとですね、この正しい位置で動くようになりません。動くようにならなかったらやっぱずれてきてしまいますので、ちょっと次回それを、ずれないようにね、より正しい位置にはまりつつ、ずれないように、ちゃんと股関節が脱臼していない位置ですね、ちゃんと整った位置で使えるようにする方法をお届けしたいと思いますので、ちょっと気になる人は、下のところのチャンネル登録をしておいて、次回ですね、見れるようにしておいていただけるといいかなと思います。でまたやってみてですね、わかんないこととかありましたら、コメントとか、あと LINE とか、メールとか、直接聞いていただけると、嬉しく思いますので、ちょっとコメントの場合はちょっとですね、返信にちょっと時間かかりますので、まあ、早めの連絡が欲しい人は LINE とかメールがいいかなと思います。ということで、まあ今日の動画ですね、いいねと思ったらいいねマークをつけていただけると嬉しく思います。ということで、次回ね、続きをお届けしますので楽しみにしていてください。ありがとうございました。